俺だけ砂漠中心で働かせんのやめろ。なんか砂漠が好きって勝手に思ってんか知らんけど、別に好きなわけちゃうぞ。昼めちゃくちゃ暑い、夜めちゃくちゃ寒い、めちゃくちゃ道に迷いやすい、歩きにくい、砂めっちゃ目に入る、水ない、飯ない、誰が好きやねん、これ。イメージだけで都合をよく考えんな。普通のやつと比べてちょっと砂漠で生きられるってだけや。普通のやつに比べてちょっと生きられるってだけで毎日砂漠はおかしいやろ。例えばやぞ。 みんなで事務作業してる時に一人だけ肩ポンポンされて、君がたい A から今日からトラックから倉庫に荷物をひたすら運ぶ作業してもらえるかって言われたら、え、それはちょっと違いませんかってなるやろ。わかるかそれを生まれた日から死ぬまでやられてるみたいなもんやぞ。こいつは飲まず食わずでも歩けるんですよ、と違うわ。飲まず食わずでも歩かな車内だけや。俺も草原に行かせろ。あの羊とかヤギとかおる草原に行かしてくれ。あそこで働かしてくれ。何かしらの仕事はあるやろ。 こんなんあんま言いたないけど、ヤギにできることは俺にもできるで。ちょっと想像してみて。あのハイジの世界に、あの草原に俺がおるところを想像してみて。俺だけで五六羽はいけんで。